そして今季初スターターとなります佐々木隆成です。そして前のゲームでは53得点、クラブレコードを叩き出しましたジョーダン・ハミルトン。少し短くなりましたが今日に対する決意を感じるショットになりました。ハミルトンのディープ3、ああ来ましたね。ベンジャミン・ローソンというフィールドゴールの成功のパーセンテージになります。今日はおそらくベンジャミン・ローソンは格中での戦いですが、ハミルトン2本目来るでしょうか。乗ってます。ここよく取りました。熊本 LJ ピークにボールが通ってファストブレイクの形になりました。見事に決めました畠山です。ホームゲームではけがけ初のゲームということになります。ハミルトン3本目来るか。来ました、ハミルトンです。ハミルトントップから3、4本目になります。なんとか残ります。オフェンスリバウンド2連続磯野、そして木田の3決まりました。さらに右のコーナーに振る田村からバッツですが、ハミルトンよく守った。そしてハミルトンからファストブレイク一直線です。なんとか決めます。佐々木隆成、磯野フローターでいきます。決めました。得点動かしました熊本ですが、ピークが中ポストアップミスマッチを生かしてジャンパーです。前回対戦の時も少しこの 3-2 というのは見せたんですけれども、越谷ハミルトンコーナーからアタックでいきました。さあそして田村、ここはよくディフェンスを見せました古野。そしてハミルトン畠山が戻りますが、ここはイージーレイアップになります。ハミルトンから中ファイサンバー、バスケットカウントです。ハミルトンのスティールです。ハミルトン剥がしてからイージーレイアップに行きました。ソープがゲームから下がっています。そして LJ ピーク、磯野飛ばしてピーク右のコーナーファイサンバ、ファイサンバ決め切ります。インサイドでの強さというのがこの第4クォーター光っています。お奪いましたハミルトン、ハミルトンコーナー振って磯野、そしてファイサンバ連続得点です。ジャマールソープを下げてスリーポイント今日当たっている松山を入れました。ハミルトンのジャンパー決めました。